私ね、今ものすごく困ってるの。カナが私に泣きついてくるなんて珍しいじゃない。一体どうしたの？実は私ね、ついに子供ができちゃったの。え、子供？それおめでとうかな。きっと旦那の浩平くんも喜んでるでしょうね。そりゃめちゃくちゃ喜んでくれてるけど大変なんだよ。私たちってまだ結婚して半年でしょ。なのにこんなすぐに妊娠しちゃって、何をどう準備すればいいかわからないから大変なの。だからお姉ちゃん助けて。助けてって言われても困るわよ。私だってそんなに頼りにはならないし。何言ってるのよ。お姉ちゃんは母親の先輩でしょ。出産のために何をどう準備すればいいかとか完璧に知ってるでしょ。母親の先輩って、あんたは私たちに子供がいないの知ってるわよね。そういうことなら子持ちの友達に聞きなさい。ちょっとちょっとお姉ちゃん、子供がいないじゃなくてできないでしょ。お姉ちゃん夫婦が子供のできないかわいそうな不妊夫婦ってことは知ってるよ。でもだからこそお姉ちゃんたちに聞きたいんじゃない。は？お姉ちゃんは子供を一度も産んだことのない人だけど、誰よりも母親になりたくていろいろ勉強とか準備してきたでしょ。だから子持ちの友達よりいろいろ深く知ってそうじゃん。そんな理由で私妊娠のことを相談してきたの？もうお姉ちゃんたちは5年も妊活頑張ってるんだし、惜しい時は出産寸前まで行ったじゃん。だからその貴重な5年分の知識とかを分かりやすく教えてよ。ちょっとカナ、あんた自分が何を言ってるか分かってる？あまりにも無神経すぎるわよ。そうかな。可愛い妹が頼れる姉に相談してるだけなのに。何が相談よ。あんたはただ私に妊娠を自慢したいだけでしょ。5年も子供できない私にわざわざこんなひどい自慢をしてくるなんて。自慢みたいに聞こえていたなんてごめんね。しかもこっちは何も努力してないのにすぐに子供ができちゃって、お姉ちゃんは5年も悩んで苦しんで子供ができないのにね。あんたには人の気持ちってものがわからないの？こんなんじゃお祝いしたくてもあんたの妊娠をお祝いできないわ。他人の人からのお祝いなんて欲しくないので大丈夫です。縁起が悪いし嫌がらせのプレゼントかもしれないし。は？それじゃあ出産までに買うものリストとか後で送っておいてね。私マジで何もわからないからさ、頼れるお姉ちゃんの知識が必要なの。ねえユイ、最近俺のことでご両親って何か言ってたりする？俺何か怒らせるようなことしちゃったかな？え？特に何も言ってないと思うけど、どうしたの？実はその最近同居のご両親が俺に冷たいんだよね。話しかけても無視されるし、最近じゃ俺の洗濯やご飯が何も用意されてなくてさ。そうなの？ユイは残業や出張が多いから気づかないのも仕方ないと思う。でもさすがに俺も限界でさ、今日なんて聞こえるように子供のことを責められてさ。子供のことまで？今日は休日出勤の代休で平日だけど家にいたんだ。それでリビングでくつろいでいたら、子供の人にも作れないくせにゴロゴロなんていい身分ね。って、嘘でしょ？どうせ同居するなら、カナの旦那くんの方が良かった。とも言われて、俺なんかしちゃったかな。だからこんな急に俺への態度が変わったんだよね。ごめんね、ユータ。ユータは何も悪くないの。ただうちの両親が妹の妊娠を知って苛立っているだけよ。え、妹のってかなちゃんが？実はついこの間かなから妊娠の報告があったの。きっと両親にもその報告があったんじゃないかな。だから結婚半年で子供ができたかなと私たちを比べているんだと思う。5年も経つのに子供できない私たちに苛立っているのよ。そんな、子供は授かり物だし、こんなのどうしようもないじゃないか。それに俺たちだってそんなに努力はしているし。何を言い訳しても両親には何の意味もないわ。昔からあの人たちってそうだったから。え、実は昔から両親は私と妹を比較する癖があるのよ。しかも妹のカナは要領もいいし器用だし、小さい頃から優秀でね。その度に、なんでお姉ちゃんの前はできないんだ、役立たずだってすごく当たられていたの。そうだったの？時には家を追い出されたり物置に入れられたこともあったな。そこで妹より出来損ないの自分は反省しろって、ひどい時は丸3日も放置されていたことがあったわ。嘘だろ、あの優しかったご両親がそんなことを。大人になったら勉強やスポーツで賞を取る機会なんてないでしょ。だからようやく両親といい関係が築けていると思っていたんだけどな。
まさかこんなことで昔みたいになるなんてね。ご両親も孫の顔を早く見たがっていたし、焦る気持ちはわかるけど、さすがにこれは違うよな。だからって俺を傷つけていいわけじゃないし。本当にうちの両親がごめんね。私からちゃんと言っておくから。ゆいが謝ることじゃないよ。それと、ゆいも俺と同じだからね。親だからってゆいのことを傷つけていいわけでもない。そのことはよく覚えておいてね。お姉ちゃん、私今日から実家に里帰りするからよろしくね。このまま地元で産んで、しばらく実家に居座るから。里帰り出産今日から？ちょっと待ってよ。そんな大事なことを急にノリで言わないで。実家は今私とゆうたが同居しているのよ。ノリとかじゃなくて決定事項だもん。お母さんには前から言ってあるし、好きな時にいつでも来なさいって言ってくれたもんね。お母さんが？だから今日来ちゃった。ちょうど旦那の浩平が今日から出張だったんだよね。嘘でしょ、待ってよ。じゃあもしかしてもうすでに家にいるってこと？もうリビングでくつろいでます。お姉ちゃんもゆうたさんも今は仕事なんだってね。5人夫婦は毎日お仕事お疲れ様です。そんな、今日からいきなりあんたも同居って無理だからね。花子寝泊まりするようなスペースはこの家のどこにもないんだから。え、普通にあるでしょ。だって私お姉ちゃんとゆうたさんの部屋を使うもん。そしたら私たちはどこで寝るのよ。リビングでじゃこれなんて嫌だからね。お姉ちゃんたちには昔からおなじみのぴったりの場所があるでしょ。階段下の物置で寝たらいいんだよ。はぁ、どうせ子供できないんだし物置でもいいじゃない。不妊夫婦に広い部屋なんて必要ないよね。ふざけんじゃないわよ。子供いないからってそこまで虐げられる意味がわからないわ。意味とかどうでもいいけど、家主の両親はそれでいいって言ってるから、それが全てじゃない？え？お姉ちゃんたちの部屋は物置でいいって言い出したのは、お父さんとお母さんだもん。やっぱりお姉ちゃんは何をやらせてもダメね。もう期待するのにも疲れたわ。だって、不妊児童ばかりで金なし夫婦は物置で十分よって言ってたよ。はぁ？子供ができないって本当かわいそう。こんな簡単にできるのに高い無駄金を払う羽目になるんだもの。そんな嘘でしょ。私あれだけこないだ注意したのに、子供は授かり物だって、私にも彼にも不当な扱いはするなって言ったばかりなのに。なんかごめんね、いつもいつもお母さんたちが私の味方でさ。でも半分ぐらいは昔から容量の悪いお姉ちゃんのせいでもあるよね。なんですって？勉強なんて教科書読めば満点取れるし、スポーツも練習すれば結果は出るもんだし、子供も結婚してるなら普通にできるでしょ。なのに容量の悪いお姉ちゃんはそれが全部できないんだもん。そりゃお母さんたちも呆れて私の味方をしちゃうよね。相変わらず無神経発言ね。できない側の人の気持ちを考えないなんて。変な気持ちなんて私がわかるわけないじゃん。だって私はお姉ちゃんと違って容量のいい優秀な娘だもん。いつまで経っても役立たずの底辺夫婦は物置で寝てれば。お姉ちゃんたちの部屋は今日から私のものなんだから。いいわ、すぐ出ていくわ。二度と帰ってくんな。そしたら私ものんびりできるし、きっとお父さんもお母さんも大喜びだろうね。変に気を使わずに堂々と孫の誕生をお祝いできるんだもの。それもそうね。どうぞ不妊夫婦のいない実家で里帰り出産を満喫してちょうだい。あと子供ができないってみじめでかわいそうな人生だね。お父さんとお母さんにも引き止められずに出ていくなんて、子供もいない金もない底辺夫婦の居場所はないんだよ。だから居場所は自分で作ります。え、子供だけが人生じゃない。こうなったらのんびりタワマンで猫でも飼いながら暮らすわ。タワマン？高い不妊治療で金なんてない。お姉ちゃんたちが？お母さんからどう聞いたのか知らないけどね、私とユータはそれなりの稼ぎと貯金があるんだからね。子供がいないのは寂しいけど、その分仕事には打ち込みやすくてね。だからなのかお互いに昇進しまくってるのよ。そうなの？不妊治療もそこそこお金かかるけど、最近は保険適用になったし、それにしっかり話し合って治療費は年いくらまでって決めているの。子供を産むのがゴールじゃないし、妊活をしながら育児費用もそれなりに貯めていたからね。気づけばタワマン購入の頭金ぐらいにはなっているわ。へえ。だ
だからこれを機にのんびり夫婦二人で暮らします。この間からゆうたには同居解消を提案されていたし、いい機会だわ。両親に優しいのは素敵なことだけど、辛い記憶が消えないなら離れるのも大事だよって言ってくれたの。あ、そうそう、私たちが出ていくにあたって浩平君に声かけておいたからね。え、本当に？長女夫婦が出ていくので、もしよかったら遊びに来てねって。里帰り中とはいえ、旦那の浩平君だってカナに会いたいよね。きっと私たちがいると思うと遠慮して気軽に来れないだろうし、早めに伝えておいた方がいいと思ったの。嘘でしょ、やめてよ。なんでこのタイミングでそんなことを連絡するの？え、なんかまずかった？お母さんも浩平君と同居したいそうだし、それとなくそのことも伝えておいたんだけどな。ありえない、空気読んでよ。今は子供のことでかなり揉めているのに、なのに同居の誘いなんてありえない。こっちの事情も組んでよ。こんなの無神経だよ。え、それってどういうこと？揉めてるって何があったの？実は今、ま、私の子供にたくらん疑惑が上がっているのよ。何ですって？最初は妊娠のことを喜んでくれたのに、ある日急に態度が変わってさ、子供ができたタイミングを逆算するとおかしいって。その時は長期出張だったはずだから俺の子供じゃないって言い出したの。しかも検査しろって言ってきてね。だからもう私頭に来て、浩平が出張にいた隙を狙って帰ってきたの。でも、もちろん企んなんてそんなことしてないでしょ。なら不本意だけど早く検査をしたらいいじゃない。確か今って妊娠中でも DNA 鑑定できるはずよ。ああ、そんなのやったらこっちが不利になるだけでしょ？動かぬ証拠が出るだけなのにするわけないじゃない！待って、まさかそれって疑惑じゃないってこと？本当は旦那の浩平君の子供じゃないってこと？そうだよ、出張中に遊んだホストとの子供だよ。だからそれはどうにかごまかさないといけないの。浩平が出張に行ってる間に実家に逃げて出産するの。それで生まれた子供を見せてその可愛さでうやばいするのよ。なのになんで私が里帰り中だってバラしたのよ。なんてめちゃくちゃな計画なの。呆れて何も言葉が出てこないわ。あら、もう黙ってて。いい、このことは絶対に秘密だからね。何があっても誰にもバラしちゃダメだからね。やい、あんた今すぐユータさんを連れて戻ってきなさい。カナならもういないわ。だから前みたいに4人で同居生活を送るわよ。いないってカナはどうしたのよ。カナなら浩平君が連れて行ったわ。そんなに里帰り出産したいなら俺の実家でやれ。そして生まれてすぐに検査しろ。逃がさないぞって怖い顔して連れて行ったのよ。あらあら、出張中なのにわざわざ確保しに来てくれたのね。カナから大胆なことは聞いたわ。妊娠中の子供が実は他の男の子供なんだってね。そりゃ浩平君が連れて行くのも仕方がないわ。うん、話聞いたんだ。聞いたし、助けを求められたわよ。バレないように頑張るけど、もしもの時は助けてくれってね。実家に子供連れて帰ってくるから助けてねってお願いされたわ。じゃあ私たちが出て行ってちょうどよかったね。確実に彼は出戻りないだろうし、そうなった時は広いスペースが必要だよね。何言ってるのよ。タクランがバレて出戻りなんてこんな恥ずかしい話があるもんですか。こんなのがバレたらご近所中の悪いもの。そんなのお父さんもお母さんも許さないわよ。それでもお父さんお母さんの大好きな娘でしょ。それにどんな男の子供でもお母さんたちの孫には変わりないし、4人の姉夫婦との同居よりは楽しそうでいいじゃない。よくないわよ。あんな不埒な娘との同居より不倫でも金のある夫婦がいいわ。だから今すぐ戻ってきなさい。はあ、アナから聞いたわよ。あんたたち2人揃って高年収なんだってね。生活費が親分に渡してくれないし、てっきり不妊治療で貧乏生活を送っていると思ったら、案外ちゃんと貯めているそうじゃない。だったら何だっていうの。私たちの稼ぎを知って手のひら返しをしても無駄だからね。そんな意地悪言わないでよ。要領のいい家内よりもあんたたちと暮らしていたいって言ってるのよ。そんな風に言ってもらえて本当は嬉しいはずよね。は？いつも家内よりダメで役立たずのあんたがつい役立つチャンス。もう子供のことをせかしたりしないから戻っておいで。あんたたちが戻ってきてくれたら私たちの老後は安泰だわ。私たちは戻らないし、老後の面倒を見るつもりないからね。え？当たり前でしょ？私とユータにひどい態度をとっておいてそれはないよ。私たちはもうお母さんたちと縁を切るつもりだから。縁を切るってダメよ、そんなの。私たちは家族なのよ。親子なのよ。なのにそんな悲しいことしちゃダメに決まっているでしょ？縁を切るのは悲しいことだからダメなんだ。じゃあ、容量が悪いからって丸3日も物置に閉じ込めたことは？え？
常に妹と比べられて出来損ない扱いをすることは、不妊夫婦だからって理由で物置で生活させようとすることは、私はすごく悲しかったけど、これはダメじゃないのかな。あ、いや、それは家族なのに、親子なのにこんなのおかしいよ。それでも大人になって落ち着いてくれたし、やっぱりお父さんお母さんを簡単に嫌いにはなれないから、だから同居もしてきたけど、さすがに今回の件で私はもう目が覚めたの。私と縁を切ってください。そして二度と私と関わらないでください。待ってちょうだい。今までのことは全部謝るから。お母さんもお父さんもついあなたに期待しすぎていたのよ。それでつい強く当たっちゃっただけなの。その強い当たりにずっと耐えてきたからこそ言ってるのよ。それじゃあ元気でね。私はユータと二人で仲良く楽しく暮らすから。旦那の浩平くんの実家に拉致られたコナは強制的に DNA 鑑定を受けることになり、その結果やはり黒、動かぬ証拠も出てしまい、その場で即離婚となり追い出されたそうです。そしてその後すぐに彼は大きいお腹を抱えて実家に戻り、鍵の開かない玄関で、たくらんがバレて慰謝料請求されちゃったよ、私とお腹の子供を助けてよと両親が諦めて家に入れてあげるまでひたすら大声で泣き叫んでいたとか。その結果、両親はカナの慰謝料の肩代わりで大事な老後資金が大幅になくなり、その上ご近所中に全て知れ渡り、街中でひそひそと後ろ指を刺されながら暮らしていると聞いています。定期的に夫の優斗へ両親から、戻ってきて同居してほしい、娘はあなたからも説得してくれと連絡があるようですが、優太は飼い始めた猫のトイレ写真だけを無言で返信しているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。